はい、イゾログです。で、今回は80万ですね。まあ、徐々に、客室が仕上がってくるような状態です。で、これがまたですね、細かい作業になってくればなるほど、寸法というもの、まあ、ちゃんと正しく木を切るっていうことができないと、まあ、苦労してきますよね。はい。まあ、なんでこれをこう、切ってたかといいますと、ふすまスタイルにしたいんですよ。気持ち 2-3mm 切れば入る感じか、ちょっと厳しい。これでピタッと合うかな。隣の廊下で物を切るしかなかったんで、しかも雨でね、外に材を置けなかったんですよ、この日。だからまあ、木くずだらけでしたよね。まあ、乾いた木くずだったら後で吸う時期で吸えばいいんで、ということでもバーって散らかしまくりましたね。マッチですの。はい、マッチ来た。で、ここに、杉材を切ってね、打ち付けていきます。はい、でここでもね、これなんですよ。隣の製材所の人からもらった約、まあ、毎年じゃねえや、毎日ね、いっぱい出るんだって。だからダメ元で20畳分って言ったら、あ、そんなのいっぱいあるよ、いっぱい出るよっていうので、もう本当にもらっちゃったんですよ。で、隣が垣根がないから、じゃあいいよ、ここに、なんだろうな、廃材とか立てかけておく、ちょっとした場所があって、そこ、まあいいよ、垣根ないからここから持ってって、みたいな感じで、普通に持ってっちゃったんですよ。持ってっていいよって言われたから、持ってきました。いやー、近所付き合いってこうやって始まるんだなって。だって逆にどうやって声かけたらいいかがわかんないからさ、何もやってなかった今。むしろ何もやってなかったし、何もできないよね。だって自分の家で手一杯だから。近所付き合いなんてね、この、今僕が住んでる区に班長っていう人がいるんだけど、その人があれだよ、回覧板持ってきてくれるだけっすもん。まあ一応できました。こんな感じですね。まあ、これがこんな感じです。まあ、あと角っちょをちょっとサンダーでかけて角を落として終わりかなって感じです。はい。まあ、こういうところで寸法が微妙に合ってないのは、まあ、愛嬌ですね。いいしょ、別にいいじゃん、別にってなわけで、閉める、まあ、ちょっとね、この襖のセンターは合ってないんだけど、まあ、こんな感じになりますね。まあ、この微妙な隙
隙間っていうのは、あの100均のあったっけ、棒スポンジテープだっけな、なんかそんなのあって、あれをまあ貼っときゃいいかっていう感じだね。あとは障子紙をちょっと新しくして、まあ、ここがっつりないから、まあ、そんな感じかなって感じで、まあ、あとはですね、木を張りたいところに木張った感じです。で、ここも出入り口を作るのにちょっと中途半端にあの通路を作っちゃったんですよ。で、まあ45センチだったかな、まあ45センチ分ちょっとあのね、襖というかあの戸ですねを当て込んで、まあ入りやすさってどうなんだろうって考えたときに、まあ足りなかったんですよ、若干。だからそれだけちゃんと寸法を全部測って、寸法の設計図はまあ作ってからやった方がいいなって感じですよね。とにかくやるんだ、オープンするんだのバイタリティだけで進んだことで、まあ欲も悪くも進んだし、欲も悪くも進まなかったって感じですね。まあこんな感じになりそう。違う方が良くなっちゃったな。あ、でもここは共用の荷物置きにしてもらおうかなとは思ってるんだが、どうだろうな。ここをワークスペース、こっちのね、ワークスペースにしてしまってもいいんだが。まあ後で考える。はい、コワーキングスペースですね。訂正するとすれば。あ、まあな感じで、まあ徐々に徐々に仕上がってきてます。で、まあぶっちゃけ今は2ヶ月分たまってるんで動画が。なんで仮オープンしてます。でもまあ10月20日までです。それ以降また僕出稼ぎ行くんで、プレオープン終わっちゃいます。ごめんね。バイバイ。